来年ですね、2025年の大阪・関西万博の会場に乗り入れる大阪メトロ中央線の、接近とか、それから発車のメロディーを制作するというニュースをお伝えしました。今回の会議にはですね、大阪メトロの職員だけじゃなくて、大学教授とか、それからサウンドデザイナーも参加してですね、今回1回目やったので、今後の制作スケジュールについて話し合われました。大阪メトロがですね、新しいこの発車メロディーを作るのはですね、バブル真っ盛りの1990年以来なんで、30年以上ぶりに新しく作るということです。メロディー自体はですね、2024年来年の年末ぐらいに完成を目指しているということなんです。でこの発車メロディーについてですね、実は関西テレビの夕方のニュースでは、2015年にですね、みんなの疑問というコーナーでこの発車メロディーを特集したことがあります。その時はですね、ちょうど大阪環状線の駅で発車メロディーが新しくなるというタイミングでしてですね、取材していた堀田アナウンサーがですね、いろいろ回ってたんですけども、その堀田アナウンサーのお気に入りの一つがですね、桜の宮駅の発車メロディーでこちらです。これ桜の宮というだけありましてですね、この、大塚愛さんの、ね、さくらんぼという曲でですね、その桜やからさくらんぼというところなんですけれども、他にはですね、串カツで有名な、新世界というのが、大阪の、ある種観光地になってるんですけど、その最寄りの新今宮の駅はですね、こちらの曲です。これ何のひねりもないんですけれども、ドボルサークの新世界という曲が採用されています。実はこの発車メロディーの発祥はですね、京阪、関西の私鉄の京阪でありましてですね、大阪の淀屋橋駅で1971年にこれ初めて採用されたということです。それまでは発車ベリーやったんですけども、それを今回メロディーに変えてみようということで制作されたんですけども、その制作した人によるとですね、これ朝のこう爽やかな時間を感じてもらいたいというところで、京阪の社員が作曲して、実際に流したということです。でこの取材の中でですね、数々のいわゆる駅メロというんですけど、こういう発車メロディーとかいろんなものを作曲されてます元カシオペアの向谷実さんに取材してましてですね、向谷さんはですね、やっぱりこの駅メロを作るときにですね、通学とか通勤とかで、次の目的地に行ってもらいたい、ある種その助走をつけるような曲を作りたいというふうに考えられてまして、特に向谷さんの個人的な特徴としてはですね、曲をもうこうパシッと終わらせずにですね、こう余韻を残すというのがですね、向谷さんはいつも心がけて、作曲されているそうです。でこの発車メロディーいろいろある中でですね、私のお気に入りといいますか、実は毎日聴いてるんですけども、関西テレビの最寄り の JR 環状線の天満駅とかあるんですけども、そこで流れてる曲がこちらなんです。愛子さん、花火、はい、花火です。これはですね、大阪の夏の風物詩といいますか、一番有名な、天神祭りというお祭りがありまして、そこで、いつも最後花火が上がるんですけども、その花火から、イメージしまして、愛子さんのですね、花火という曲ですね、これを採用してまして、さらにですね、天神祭りのですね、お囃子がありまして、これが鐘とかですね、太鼓の音があるんですが、それがうまいことアレンジされててですね、これを私はほぼ会社に来ている毎日聞いております。ただですね、これ発車メロディーを聞くとですね、確かに私もこれ次の目的地にという気持ちにはなるんですけども、これ仕事が終わってこれから家に帰る時と、それから天満駅についてこれから会社に向かう時でですね、このメロディーがなんとなく違った方に聞こえてきますし、聞いた後のこう足取りも違うような気がするんですけども、これは個人的な気のせいなのかもしれませんね。